人に対して都政国政でどういったことができるのか答えるのか、お二人にお話しいただけたらと思います。やっぱり私たち国会、都議会、そして区議会でも共通して言ってきたのは、やっぱり科学的対策を行っていくということで、なんといっても PCR 検査の拡大ですね。で今ワクチン接種も自治体で進んできているんですけど、それでもやっぱりワクチンが全世帯に、世代に行き渡るにはまだ時間がかかると。でこういう時にこそ PCR 検査抜本的に拡大をして、そしてコロナを早く収束させていく。で暮らしや経済を守っていくということもね、やっていかなきゃいけないというふうに思っているんですけど、これになかなか背を向け続けてきたのが、小池都知事なんですね。で東京都では東京都モニタリング会議の専門家も PCR 検査の拡大の戦略を持つ必要があるということをもう昨年からずっと指摘をしてきたんです。で足元の専門家がそれを言っているにもかかわらず、小池都知事はそれをやらずに、連日テレビに出ては自粛のことばかり言ってるわけですね。であたかも感染収束できないことは都民の努力が足りないかのような、そういういつもねちょっとなんかお説教じみたというか、そういうメッセージ発信するじゃないですか。でこれはね本当に知事の責任こそ問われているし、そのこの都政に対してきちんと議員がどう物を申すかっていうことがすごく問われていると思うんですね。そういう点ではずっと一貫して言ってきた日本共産党都議団のその声の中で、ようやくですけれども、4月になってから、高齢者施設、障害者施設、それから医療機関で、週1回の、PCR 検査をねやるっていう予算がねつけられたという変化が少しずつね前に進んでいるという状況があるんですけど、この件ねちょっと国会の方ですね。そうですね、PCR 検査の抜本的拡充っていうのは私たち本当にずっと言ってきたわけですけども、国際的にも本当に遅れに遅れていて、確か145位でしたっけ。でなんかすごく少ない検査数で、やっぱり厚労省が、PCR 検査を抑制するようにっていう通達を出していたことなんかも明らかになって、やっぱりこう政府が本当にそのコロナを収束させることよりも、なんていうかこう数を少なく見せることにこうなんていうかな邁進していってしまったっていうことが今の事態を招いてるなっていうふうに私も思っています。で先ほどもお話ししましたけれども、検査の拡充と今ワクチンが始まってますので、ワクチン希望される方が本当にスムーズに受けられるようにすること、でそういう支援の体制をやることも大切ですし、やっぱり何より医療機関への支援が全く足りていないっていうのが大問題だと思うんです。でちょっとあとでお話ししたいと思うんですけれども、さっきもお話しした医療機関に支援が届いていなくて、医療従事者の皆さんがボーナスを支給されていないような事態が起こっている。でコロナの患者さんを受け入れていない小さな病院なんかはこのコロナを感染を恐れて受診抑制もあったので赤字がすごく続いていて、病院閉めなきゃいけないような事態になっている。やっぱりここに減収補填するべきでしょうっていうことを当たり前ですよね。当たり前のことだと思って私たち何度も求めてるんだけど、減収補填とは何のことですかって厚労大臣が答弁してしまったりして、全く医療機関への支援が届いていない。でそれは改善していかなきゃいけないっていうふうに思っていますし、で私いつもね街頭でお話してるんだけれども、今ね、大阪とかは本当に医療逼迫で大変な事態でしたよね。救急車が入院先が見つからなくて47時間を患者さんが救急車の中で過ごす、そういう事態が起こっていたり、20代30代コロナで重症化しづらいと言われていた世代の方が今変異株で重症化されて、で入院先がなくて自宅で命を落とすような事態が生まれているんですけれども、そもそもなぜここまで医療が逼迫してしまったかっていうことなんだけれども、コロナの、感染が始まった当初、保健所になかなか電話がつながらないっていうことがすごく話題になりましたよね。で何回も電話かけてもつながらなくて検査は受けられない、そのまま命を落とした方もいらっしゃって、で私そのニュースを受けてね調べたんですけれども、ここ20年間で
全国850箇所以上あった保健所が今469箇所にまで減っていて、でこれは自然に減ったのではなくて、自民党が保健所の統廃合っていうのを進めてきた、その結果なんですね。で当時保健所職員の皆さんは新しい感染症が入ってきたら対応できなくなると言って保健所の統廃合を反対したけれども、それを押し切って保健所減らし進めてきた。でこれ明らかに自民党が間違えた、やってはいけないことをやってしまったってことだと思うんです。でそれがコロナの中で明らかになりましたよね。じゃあ保健所じゃあ増やしていこう、もう反省しよう、医療体制充実していきましょう、そういう方向に舵を切るのが政治の当たり前の姿だと思うんだけど、もうねびっくりなんですけど、今国会の中で全国の病院のベッドを2025年までに20万床減らすっていう法律が可決成立してしまったんです。残念ながら自民党と公明党と維新の会と国民民主党が賛成をして、病院のベッド数減らすってことを決めてしまった。でもありえない、え嘘でしょって思いますよね。皆さんも、え今コロナだよねって、病院のベッド足りないのに病院のベッド数減らすっていう法律なんか嘘でしょって思うと思うんだけど、本当なんですよ。でそれ私たち共産党は第3波でね、救えるべき命救えなかったんだから、そのことを国政を担う私たちが、もう与党も野党もないですと、どう受け止めるのかが問われてるんですよって迫るんだけども、なんていうか認めないんですよね。で病院のベッド数も減らすし、昨日一昨日かな、高齢者の75歳以上の方の医療費負担2倍にするっていう法律も通してしまって、もう全く逆の方向に下走っているのが菅政権で、もうこんな政治ね、抜本的に変えないと本当にまずいなっていうことをすごく思ってますし、東京都もね病院のこと、そうですそうです、今のね医療削りの菅政権の姿って本当びっくりする、うん、なんか逆行する、なんでそんな逆行することをやってるんだっていう話なんですけど、実は東京都も同じことをやっているということで、それは何かというとですね、都立病院と公社病院全部でね14の病院が都内にあるんですけど、これ本当は都立病院だけでかつては16あったんです。でそれを石原都政、自民党と公明党の都政の中で半分まで減らしちゃったんですね。さっき保健所の話もあったけど、保健所は、東京都で71あったのを今は31でもう半分以下に減らしてきた。でその都立で今残ってる8つの都立病院と6個の公社病院ね、この14を今度は来年度にね、小池都知事、都民ファーストの会と自民党、公明党が揃って、全部独立行政法人化して直営の病院をゼロにしちゃうっていうね、本当に恐ろしいこの医療削りの政策を東京都で今やってるという状況なんですね。でこれ今ね大阪の話、坂下もね話してくれたんだけれども、やっぱりあそこでも府立病院をどんどん独法化して医療の弱体化を招いてきたんですね。独法化されることで職員の待遇って切り下がっていくの でそこが目的だったりするわけです。コストを安くさせていく。でしかしそうなるとお医者さんや看護師さん、やっぱり本当に重責を負ってる仕事をやってる方々がね、やっぱりその中で流出してってしまう。でそういう中で今の医療逼迫大阪で起こっているっていう時にね、同じ道を今進むっていうこの小池都知事のね、そして都民ファーストと公明党、自民党、このね医療削り、私ね行政の無駄っていうのは省いていかなきゃいけないっていうのはもちろんあるんだけれども、削るところを間違っちゃいけないと思うんですね。そう医療はね削っちゃダメ、もう今医療は充実させることでのが本当の道でしょうっていうことなんだけど、そうだけどねこれね都立病院公社病院のこの全部独法化になって直営ゼロになっちゃうっていう政策について、未だテレビが取り上げていないので、もう都議選目前なのに、だから知らないっていう方が多いんですよね。だからこれ何としても多くの皆さんに知ってもらいたいと思ってるんですけど、で都立病院、私は嵐でいうと都立駒込病院使ってる人が多いんですね。でそれで2019年に
回あの決算の質疑で駒込病院のことも取り上げて、あの独法化やっちゃダメだっていう質疑をしたんですね。でこの時あの駒込病院守る会の方たちが実は足立区の民間のクリニック、あの地域の病院のお医者さんたちにアンケート調査をやったんです。でそしたらお医者さんたち、民間のお医者さんたち何て言ってるかって言ったら、都立にはやっぱり都立直営としての役割があると。じゃあその役割を果たすべきであって、直営を外すというのは違うんじゃないかと、あの独法化反対っていうのがほとんどだったんです。でその役割って何なのかっていうと、今のコロナのような感染症医療ですね。でその他にも災害時の医療、それから救急医療だったり、赤ちゃんを産む時の周産期医療、これ足立区でお産できる病院が2つしかないってことで大変なんですよ。あのずっと潰されてきたから、あの公的の産院もあったんだけど潰されてきちゃってるし、本当にね出産するのが大変っていうのを経験してると本当にたくさんいると思うんだけど、あとねその子どもたちが通う小児医療ですね、こういうのは不採算性が強くて民間ではなかなか担えない。だから独法化されちゃうとどんどん切り捨ての対象になっちゃうんですよ。だからこそ公的に守っていく必要がある、その役割を果たしているのがあの都立病院、公社病院なんですよね。で民間のお医者さんたちそれよく分かってるから、そういう時にはやっぱり頼りにするわけですよ、都立病院、公社病院を。やっぱりね、これをなくしてはいけないなっていうのを、やっぱりこの都議選のね大争点になので、あのこれをねあの強く訴えていきたいなっていうふうに思ってます。はい、まさかコロナの最中に医療を削っていく政治が行われているというのが恐ろしいなというふうに思いましたし、それを守ろうとしているね都議会議員がいるのが本当にこの足立にとって大事だなというふうに思いました。ありがとうございます。それですいません、テーマがらりと